伊勢エビ科に属するエビの一種。講義には伊勢エビ科の数種を指す。別名に、外房伊勢エビ、島エビ、鎌倉エビなど。全国水揚げ量1位は、千葉県と三重県、両県で、全国漁獲量の40%を占める。熱帯域の浅い海に生息する大型のエビで、日本では高級食材として珍重される。俳句では、新年の季語。体調は、 通常20から30センチメートルほど、稀に40センチメートルに達する大型個体もおり、重量は1キログラム近くになる。日本では2017年4月に体長38.5センチメートル、体重2.33キログラムという国内最大クラスの個体が三重県島市で水揚げされた。体型は太い円筒型で全身が 暗赤色で棘だらけの頑丈な殻に覆われ、触角や、ふわしもがっしりしている。エビ類の二体の触角はしなやかに曲がるものが多いが、異性エビ類の第二触角は太く、頑丈な殻に覆われている。第二触角の根元には発音機があり、掴まれると関節をギーギーと鳴らして、威嚇音を出す。腹部の背側には短い毛の生えた横溝がある。 死ゆを比較すると、オスが触覚と、ふわしが長いのに対して、メスは、はらしが大きく、第五脚が小さなハサミ足に変化している。学名の俗名パニュリラスは、ヨーロッパ産のイセエビカパリネラス属のアナグラムで、種商名ジャポニカスは、日本のノイである。英語では、スパイニーロブスターと呼ばれる。ただし、競技のロブスターは、ザリガニ科目、赤ザエビカ。 ロブスター族に分類される、甲殻類を指す言葉であり、下目レベルで伊勢美ビとは異なる。講義には、ロブスターは、大型の歩行型エビ全般を指す総称であり、伊勢美ビを、ロブスターの一種とみなすのは、その意味では、間違いではない。南大西洋、トリスタンダクニャ特産のトリスタンロックロブスターは、南伊勢エビ族であるため、日本では、 トリスタン産の伊勢エビと紹介されることもある。日本列島の房総半島以南から台湾までの西太平洋沿岸と九州、朝鮮半島南部の沿岸域に分布する。かつてはインド洋や西太平洋に広く分布するとされたが、研究が進んだ結果、他地域のものは別種であることが判明した。外洋に面した浅い海の岩礁や珊瑚礁に生息する。 昼間は岩棚や岩穴の中に潜み、夜になると獲物を探す。食性は肉食性で、貝類やウニなどいろいろな小動物を、主に捕食するが、海藻を食べることもある。貝などは頑丈な球状の大顎で殻を粉砕し、中身を食べる。一方、天敵には、沿岸性のサメ、イシダイ、タコなどがいる。敵に会うと、 を使って後方へ俊敏に飛びのく動作を行う。ウツボと共に生活していることもある。これは、イセエビが、天敵のタコから守ってもらえる上、ウツボの方も、捕食対象のタコが、イセエビに釣られて自分から寄ってきてくれるという、総理強制になっている。繁殖期には、他のイセエビの跡をついて動くため、列を形成する生態があるが、これは、 敵から身を守るための行動と見られる。最初は数匹だが数を増やしていき、一週間寝ずに6 0トルを移動、総勢60匹で列をなすこともある。敵に襲われると最後尾の伊勢エが犠牲になることが多いとされる。繁殖期は5から8月で、メスはオスと交尾した後に産卵にし、小さな卵を、 ブドウの棒状にして腹死に抱え、孵化するまでの1から2ヶ月間保護する。孵化した妖精は、フィロソーマ妖精、または、養生妖精と呼ばれる形態で、紅葉樹の葉のような透明な体に長い遊泳足が、ついており、親とはにつかない体型をしている。フィロソーマ妖精は海流に乗って外洋まで運ばれ、プランクトンとして、浮遊生活を送る。その期間は、 異性美類でも種によって異なるが、異性美の場合は約300日間に及ぶ。形態や生態が親とはあまりにもかけ離れている上、期間も長いことから19世紀に発見された当初は誰も異性美類の妖精とは思わず、エビメの中にフィロソーマという分類群が作られたという逸話がある。不可児には体長1.5ミ、mm、リメートルほど。 成長につれて30回ほど脱皮して体長30ミリメートルほどに成長したフィロソーマ妖精はプエルルス妖精という形態に変態する。プエルルス妖精はガラスエビと俗称されるようにフィロソーマ妖精とは一転して親エビに似た外見となるが体はまだ透明でしかも大顎や消化管が一時的に退化し餌を取らないという特徴がある。また フィロソーマ妖精の時に蓄えた脂肪をエネルギーにし、足で水をかいて泳ぎながら沿岸部の岩礁を目指す。なお、プエルルス妖精が、どのようにして沿岸部の位置を知るのかは、まだ分かっていない。岩礁にたどり着いた、プエルルス妖精は、約1週間で脱皮し、親エビと同じ体型のチエビとなって、歩行生活を開始する。1年で、体長10センチメートル。 二年で1 5トル、三年で1 8トル程度になると言われており、体長1 2トル前後で成熟期を迎える。気温が下がると暖かい場所を求めて移動する習性がある。伊勢エビカポリヌリーディは八族49種があり、食用や観賞用などに利用される。伊勢エビは厳密にはその中の一種だけを指すが、日本の水産業者などの間では、 伊勢エビ科に属するいくつかのエビの総称となっており、輸入種も含めて市場においても、その総称で流通している場合が多い。伊勢エビ類は、古くから日本各地で食用とされており、鎌倉エビ、具足エビなどとも呼ばれていた。また、日本語のエビは、長い触覚をした、伊勢エビを、ガラヒゲと表記したのが、始まりという説がある。 733年の出雲国風土記には、島根郡や秋鹿郡の混ぜ物の中に、島エビの記述が見られる。エビの種類は確認できないものの911年の自中群用では、摂津と大海の二カ国から蜜ぎのぼされており、宮中へも収められていた。1150年頃の類聚落雑用症などから当時は、干物として用いられていたと考えられている。 伊勢海老の名称が初めて記された文献は1566年の時継ぐ狂気であると考えられている。江戸時代には、伊原西閣が1688年の日本永代ぐらい4、伊勢海老の高値や1692年の世間宗残業で、江戸や大阪で諸大名などが初春のご祝儀とするため、伊勢海老が極めて高値で商われていた話が記されている。 1697年の本朝食館には、伊勢エビ鎌倉海老エビは、海エビの大なるものなりと記されており、エビが正月飾りに欠かせないものであるとも紹介している。1709年の貝原駅県が表した大和本蔵にも、伊勢エビの名が登場する。伊勢エビという名の語源としては、伊勢が伊勢エビの主産地の一つとされていたことに加え、磯に多くいることから、 磯エビから、伊勢エビになったという説がある。また、兜の前頭部に位置する前立に、伊勢エビを模したものがあるように、伊勢エビが太く長い触角を振り立てる容姿が鎧をまとった、勇猛果敢な武士を連想させ、伊勢がいいを意味する、縁起物として武家に好まれており、語呂合わせから定着していったとも考えられている。伊勢エビを、正月飾りとして用いる風習は、 現在も残っている。地方によっては、正月の鏡餅の上に乗せるなど、祝い事の飾り付けのほか、新鮮としても用いられている。生息域沿岸では、伊勢海老は、どこでも重要な水産資源とされている。日本国内での県別漁獲高は年によって、千葉県あるいは、三重県が一位で続いている。また、三重県の県魚に指定されている。 魚期は10月から4月にかけてで、5月から8月の産卵期は資源保護を目的に禁量としている地区が多い。宮崎県では9月1日から漁が始まり、3月末までが魚期である。また、産卵期は身が細り、味も落ちる。漁獲量は月齢や天候に左右され、闇夜であれば多く水揚げされる。その他、 太平洋側の黒潮の大蛇行の変化なども、漁獲量に影響すると考えられている。漁期における漁法は主に、刺し網漁と潜水漁タコ脅し漁がある。刺し網漁は、夕方に刺し網を仕掛け、早朝に網を上げる。潜水漁は、雨が岩場に潜んだ、一整備を手づかみで採取するというもの。タコ脅し漁は、一方の竿の先に、 伊勢エビの天敵のマダコをくくりつけて、水中で振り、伊勢エビが驚いて逃げたところを網ですくうというもので、ある。伊勢エビは、姿作りなどで供されることから、流通時には、他の食用エビに比べて、姿形が厳格に評価される。角と呼ばれる2本の触角や、足が破損すると、商品価値が下がってしまうため、漁獲時には1匹ずつ網から外すなど慎重に、 扱われる。角の折れたエビや小型のエビが、市場に出荷されることは少なく、漁港付近の旅館などで消費されることが多い。水揚げ時に殻が割れたりして、死んだりした、伊勢エビは、漁業関係者の自宅で消費されることが多い。このように傷ついた、伊勢エビは1%程度の割合で存在し、商品価値が著しく下がる。また、 ショックを与えると地切れするため、輸送中に足が脱落することもある。角や足が欠けたことにより、商品価値の下がったものでも、それらを修復して、高値で販売されていることがある。しかし、近年では低価格志向の店、消費者向けに、分けあり食材として安価でも流通している。水揚げしても暗所で毛布、もみ殻などで保温すれば一週間くらいは生きているので、 この状態で出荷、流通が行われる。寒さに弱いので冷蔵すると死んでしまい、かえって商品価値が下がる。なお、伊勢海老採取をめぐっては、漁業法違反で年に数件通報、摘発されるため、関係団体は注意を促している。伊勢海老の刺身江戸時代の古い書き物だが、1642年の料理物語には、伊勢海老を茹でる。 あるいは薬といった料理法が記されていた。現在では、さらに様々な方法で調理されている。なお、特に、日本国内においては制限はないが、アメリカの一部の州では、最初の包丁の入れ方に制限が設けられている。異性エの子を左右に分断する形で切断しないと、動物愛護に関する州法などの法令により、罰則が課せられる場合がある。 これは、脳を切断する形でないと、異性美に苦痛を与えるという解釈による罰則である。加熱調理する場合は、日本国内でもこの形で切断している場合が多いが、これは切断後に身が取り出しやすいためでもある。生命力が強く生きづくりの場合、半分くらい食べられても生きていることも多い。1898年頃には日本で異性美の、 フィロソーマの飼育が試みられていた。1988年には、三重県の水産技術センターと北里大学において、別個に、知恵ビまでの飼育に成功しているが、養成期間が長くその間の死亡率も高いことなど、減毛率を抑えて、知恵ビまでの成長を管理する上で、問題も多く、事業化には至っていない。ありがとうございます。